マックスにぴったりだ。こんな原付に乗るのはグラント先生しかいない。先生に会えなくなるのは寂しいな。校長の車、クソ野郎ってのは儲かるんだな。大事になってんな。レイチェルが火事を起こすなんて。私の奨学金だった金で直せるかもな。誰に聞いてもタバコとか最悪っていうくせに嘘つきばっかだ。エリオットとは幼稚園からずっと一緒だった。今日までは。エリオット、土曜の朝に学校にいるってことは何かあったな。停学になった。は？マジかよ。まあ今更って感じだよな。ハグしようか。そんな大事じゃないから。ああ、ごめん。そうだよな。レイチェルも、私のせいで劇に出られなくなった。冷たいな。で、何してんの？やっぱり劇を見ようかなって、今メールするとこだった。クロエのチケットも一応買ったから。ありがとうかな。じゃあ行く？気分転換になるかもしんないし。まあいいかもな。ビクトリアが噛むところ見たいし。よし、チケット買っといてよかったよ。そろそろ行かなきゃ。じゃないとママがヒゲ野郎をけしかけてくる。ママの彼氏のこと、まあ、気にすんな。じゃあな。ああ、またな。ドラマ満タン？バカじゃねえの？うえ。ピスヘッドだらけ。スキップの車だ。ブラックウェルと一緒だ。人を空っぽにして捨てるだけ。もう我慢できん。デイビッド、やめて。ああ、そう。いいよ。バイバイ。鳥まで見下しやがって。もう我慢できん。デイビッド、やめて。ママは私に失望してる。それを隠そうとしてるから余計つらい。クロエ、お母さんと話したんだが。後でいいだろ。これ以上喧嘩は耐えらんない。では誰が耐えればいいんだ？お母さんか？話す必要なんかない。特に鬼軍曹とはね。もうほっとけよ。母親にそんな口を聞くんじゃない。
聞いたらなんだよ。どうするわけ？そんなに俺を怒らせたいのか？お前がいちいち噛みつかずにきちんと俺の話を聞いていれば少しは学べるものを。何よ、無職になる方法？それとも軍人？軍人なら家族と未来を何よりも大切にする。だがお前は学校を追い出されたろくでなしだ。クロエ、これで奨学金はなくなったんだよ。せっかくのチャンスを。ダイナーで働きたくはないだろ。友達が困ってた。友達？レイチェルのことかい？ケンジの娘に助けはいらないだろ。助けが必要なのは私の方だよ。平和な家を取り戻させてくれ。とにかく今はみんなお互いに歩み寄ろうじゃないか。クロエ、ジョイスは俺にとって大事な人なんだ。この先お前が態度を改めてくれると言うならば、昨日のことはなかったことにしてやってもいい。なんだい、昨日のことって？俺への暴言、悪態、他にもいろいろ言い出したらキリがない。だが謝るなら一からやり直しにしよう。そうだな、リセットしよう。分かってくれたか。いいか、これからは俺がジョイスを支える。クロエ、お前がこれ以上道を踏み外さないようにな。マハマ。クロエ、ポケットの中身を全部出しなさい。車の上に並べるんだ。なんでだよ。やり直す前にはっきりとさせる必要がある。やましいものがないならすぐに出せるはずだろう。ママ、本気で言ってんの？デイビッドと話し合ってやり直すにはこうするしかないと決めたんだよ。さあクロエ、グズグズするな。わかった。これでどう？令状を見せろよ、バカ。テレビの見すぎだ。従わないということは認めたも同然だな。残念ながら独裁者に従うつもりはないんで。こんなやり方めちゃくちゃだ。定額になる前ならね。私たちの信頼関係は壊れたんだ。こんなやり方じゃ取り戻せないよ、絶対。そうね。ちょっと待て、罪を認めても同然なのに見逃すのか？そうは言ってない。ただ今重要なのは前に進む道を探すことだよ。新しい暮らしをこの三人で作っていくんだ。どういうこと？話し合った結果、ここにいる全員のために俺が一緒に住むことにしたんだ。ふざけんな。クロエ、いろいろありすぎてもう私一人じゃ無理なんだよ。俺がいればしっかりと舵を取ることができる。クロエ、あんたの気持ちを聞かせて。ママが頑張ってるのは分かってる。私がもっと辛くさせてることも。でもこれはあんまりだ。もうこうするしかないんだ、クロエ。
ママが私よりデイビッドを選ぶなんて絶対ないと思ってたのに。どっちを選ぶとかじゃない、三人で一緒に家庭を築くんだ。あまり悲観するな。これでお前もやっと落ち着いた家庭で暮らすことができるんだ。私に家はない、こいつがいる限り。クロエ、放っておけ。頭を冷やしたら帰ってくるだろう。人生のどん底に落ちるとどっちが上かすら分かんなくなる。ここにも家にも居場所なんてない。残すところはこのゴミ山だけか。だけど、これならなんとか直せるかもしれない。まずは新しいバッテリーを入れないと。とりあえずこの辺を探してみるか。
昨日のレイチェル、ムカついたな。知り合ったばっかなのに、あんな腹立つとは。また乗ることあんのかな。海はこっちじゃないぞ。絵はがきには乗らない。アルカディア・ベイの闇。こいつ結構新しいな。バッテリーがまだ生きてるかも。恥ずかしがらずに見せてみなって。車用語で言うと、ここにあるこいつがあいつを動かして、あれがああなるんだ。これが本当の掘り出し物。売人のくせにこんな車乗ってたのか。もうわからないもんだな。学校に行く前にママとダイナーを開けるのが好きだったな。もう過去の話だ。子供の頃、マックスとよく行ったな。潰れたっぽいけど、どうだろう。廃品置き場らしい、錆びた看板。ここにはいたくない。いつか機械が人類を支配する。レイチェルはロスでモデルになるって言ってたけど、こういう意味じゃないよな。まあこの人もそんなつもりじゃなかったのかも。だいぶコースから外れてるよ。まだここにいよう。このボルテックスクラブなら入ってもよかったな。ここだとクリスマスでさえ悲しく見える。ずいぶん古いマットだ。空き瓶だらけ。でも飲めるビールはなし。ガラスは壊れた方が綺麗。他にも同じことが言えるか。ママの次は家を奪いやがって、デイビッドのクソ野郎。
マックス、ごめん。私結局あんたが羨ましいんだ。もうすぐ私もここを出られるといいな。壊すのはもういいや。今は。ヤニでなまったか。廃品置き場の戦場に置かれたガラクタにこそ真の芸術は宿る。ゴミの海を旅する船乗りに何を伝えよう。決めた。ここに宝が埋まってないとは言い切れないっしょ。レイチェルがこの山火事を起こしたなんてわざとじゃなかっただろうけど、こうなってもいいって思ってたかも。破壊をもたらすものがこんなに綺麗だなんて。ゴミ箱のぼやも空を照らすほど大きくなるんだな。要するに火はいいもんだ。
嘘、私の愛情を拒みやがって。とりあえず見た目をきれいにしてやるか。